はじめにカールを作る前髪を取り分け、アイロンで巻いていきます。額のやけどを避けるためにも、顔を下に向けてアイロンを入れるようにしましょう。まずは動画のように内巻きで巻きます。先ほど巻いた前髪を左右2つに分けてから、内巻きした後にアイロンを縦にして、毛先が外に向くように巻いていきます。巻いた後は指を通しながら形を整えておきましょう。反対側も同じ手順で巻きます。次に上のパネルも同じように一度内側へ巻いた後、アイロンの位置を少しずつずらしながら外に向くように巻き上げます。毛先の方向性を整えてから冷ましておくと形がつきやすくなります。前髪を巻いたら横の部分も同じように巻いていきましょう。内巻き方向にアイロンを入れた後に毛先が外向きになるようにしながら巻きます。巻いた後は毛先の方向性を形付けながら冷ましておきます。反対側も同じように巻いたら、手ぐしやくしを使って調整していきましょう。全体をアイロンで巻いたら、スタイリングをして仕上げます。スタイリングのポイントは、頬に落ちる髪の毛を上げすぎてしまうと、ゴージャスな印象になってしまうので、下ろして毛先だけが少し跳ねる程度にしておきましょう。仕上げに軽くスプレーをかけてスタイリングしたら完成です。